屋外型アウトレットモールアウトレットモールとは1980年代にアメリカ合衆国で誕生した新しい流通業の形態で主にいわゆるメーカー品や高級ブランド品を低価格で販売する複数のアウトレット店舗を一箇所に集めモールを形成したショッピングセンターのこと。アウトレットとは英語で水や煙などの排出口を表す言葉である。 商業施設のアウトレットとは、工場から直接出てきたものを意味する。もともとアメリカの流通業界において、ブランドメーカーの衣料品やアクセサリーなどの流行遅れ商品や通販のクーリングオフ品、実用上は問題のない欠格品を処分するために、工場や倉庫の一角にアウトレットストアと呼ばれる在庫処分店舗が存在していた。 これらの複数メーカーの在庫処分店舗を一堂に集めモール化したものをアウトレットモールと呼ぶようになった。日本ではつくば万博跡地を再利用したショッピングモールが始まりとされる。多数のブランドや業種を揃えた利便性で購入者の選択幅をモール全体として提供している。アウトレット店舗にはメーカーなどが 自社企画品や自社生産品の直接販売を行うファクトリーアウトレットと小売店がメーカーから仕入れた在庫品を販売するリテールアウトレットの2種類がある。ファクトリーアウトレットでは通常販売するブランド名を掲示しメーカー直販を明示する。2種類以外にバッタ屋というものもあり非公式の流通ルートで仕入れた在庫品をバッタンと呼び取り扱っている。 こちらは通常アウトレットに含まない。アウトレットモールの多くは高速道路や幹線道路沿いの郊外、観光地に立地している。近年は高速道路のインターチェンジと専用通路で直結されているものもある。都心部の正規品流通店舗との競合を避け、通常店舗の分布が少ない地域にアウトレット店を置くことで広域から一定の集客を 得るためと、そもそもの土地代の安さによって安値販売を成立させるためである。基本的に自家用車での来客を想定した立地では、あるものの公共交通機関での来客を想定し、バスターミナルを併設する例もある。1993年に埼玉県入間郡大井町にアウトレットモールリズムが開業。これを機に地方を中心に建設が進んで、 2012年現在、全国に35カ所以上のアウトレットモールがある。多くのアウトレットモールでは、施設内にフードコート等の飲食施設を建物のうちに併設しており、地方ごとに特色のあるメニューを提供する店が入っている。また、家電量販店など自社で商品を生産しない企業においても、各店舗から販売期間が終了した店頭展示商品を集めて、 低価格で販売を行う店が存在し、同様にアウトレット店と称される。アウトレット店では、アウトレット専売商品と呼ばれるものを取り扱っていることがある。これは、アウトレット店で売るために新規に開発された商品で、通常のメーカー品の単なる廉価版である。日本では、三井アウトレットパークと、プレミアムアウトレット、三菱自称、 双日が設立した、チェルシージャパンが二大勢力となっている。ありがとうございます。